どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらランキングダンジョンシェリア祭の立ち回り解説やっていこうと思います。今回のランダンは結構だるい系のランダンで、5分間ずっとパズルをしてね、ひたすらスコア上げていくランダンになります。まあ、ただね、1個だけ言えるのが、このランダンは編成組めればマジで簡単に王冠を余裕で取れるんで、まあとりあえずキャラゲー杯であることは間違いないかなって感じ。その上でパズル力がどれだけ必要になるかっていうのがね、大事になってくるランダーだと思います。今回追い打ち、超つなげし、超追加攻撃が加点ボーナス入りますので、一生ねこれを組み続けるランダーになります。早速編成の方をね紹介していこうと思います。今回 0.1% 狙いの25万点出る編成になります。はい、でまずはアメミナです。創作家対戦にスキルブースト潜在で、そしてこちら華教員の武器継承となっております。ただですね、もうこの編成 PDC を見てもらえれば分かると思うんですが、覚醒を1枠止めする必要があります。じゃあこれどうすればいいか、まあ、1枠止めっていうか0枠なんだけど、どうすればいいかっていう話なんだけど、めっちゃ簡単な話で、まずこういう風にキャラに全てアシストをしますと。キャラに全キャラアシストをして、でその後にそのキャラをね閉じ玉ドラで下げます。ちなみに閉じ玉は10万ポイントかかるんですけど、10万本歩払った後にこの華教員ですねに閉じ玉を合成しますと。そうすればこれでよいしょ、覚醒をね全て消せるんですよ。でこれで副属性、貴属性変化の覚醒を消してあげた状態で編成完成って感じになります。そうだから4体全てにこのこのアシストをね消す作業をする必要がありますということで、まあ、最低でもこの遠征組むのには40万本歩はかかります。はい、で、アメミナが操作負荷スキブに華教員のアシスト消したやつですね、今と同じことをしてください。アメミナ雲耐性スキブにラタトスク継承です。ラタトスク継承です。でからのアメミナです。スキブに追い打ちにスキブ潜在にこちら、華教員武器継承です。で、こちら、カンバルスルカです。こちらはね、スキブに華教員継承って感じになってます。でからのオロチです。オロチはこちら華教員継承ですね。ラストフレンド、こちら劉備です。超つなげし超限界砲に神道カリン継承って感じになってます。ちょっと今回立ち回りややこしいんで、もうとりあえず動画参考にしてもらえればなと思います。まあ実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあということでやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層からです。1階層は華教員打ってあげて、この配置で殴っていきます。はい、まあ右側に追い打ちが組まれてるので、真ん中2列で超位置を組むだけですね。はい、で2階層は自力パズルです。でまず右の回復をこんな感じで、もうこれで OK です。右の回復と真ん中の回復を超位置にしてあげて、左は追い打ちのままで殴るだけですね。はい、もしこれ実際にやる人はね、ぜひ一回ね立ち回りねスローで見るなりして覚えてもらえるか、もしくはもう普通にノリでやっても絶対組めるんで、それでも大丈夫です。ここも追い打ちからの超位置組んであげて突破です。4階層です。4階層も華教員打ってあげて追い打ちと超位置打ちます。はい、ちなみに今回ダイヤいっぱいあるんで安心してくださいね。華教員こんなにいりません。自分が華教員ゼロでも大丈夫です。はい、ここも追い打ち超位置組んで突破していきます。まあ、てか華教員は右側で追い打ち1列組めてるんで、普通に真ん中で超位置を組むだけなんで、めっちゃ簡単ですね。よく見ればやってること超簡単です。あれ回復に注目してみれば、キルに注目すると超むずいけど、で5階層、はい、ここもしっかりと追い打ち超位置組みましょう。そう、まさにこんな感じで右側追い打ちのままで真ん中だけちゃんとね超位置組んでるって感じです。はい、でこっからなんですけど地獄です。ひたすらこれ組むだけなんですよ。マジで残り何秒でも一生これ組んでるんで、一生追い打ち超位置超下げ状態になるんです。で組み合わせとしては、まず左右どちらかに回復を1列組んでいただいて、あとは超位置の周りの333のね縦横上下右みたいな感じのね333の場面分かりますよね、に触らないように回復をどっか1個2つに置いてください。そうすれば絶対に追い打ち超位置光の超下げしが発動します。こんな感じで左右どちらかに追い打ち、大方側に超打ちで、繋がらないように回復を置いてあげると光加点が入り続けます。でここはもう一生これ組んでいくだけで、ひたすら一生ずっと加点取り続けてください。もうここからの本当にただの実力杯です。ただこれはっきり言います、これめっちゃ簡単です。もちろんこの速さで組むのはむずいですけど、普通にやる分には正直簡単です。全然回復か光に注目してあげて、追い打ちと超打ちと一個繋がらないように置くだけなので、見た目以上に簡単です。なのでパズルちょっと自信ないなっていう人も意外と簡単なんで、ここは安心してもらえるなと思います。で今回オロチをね使ってる理由としては、
これで20ターン以上必ず殴り合いをするからですね。あの上位狙う場合絶対に20ターンは殴り合いをしたいです。なので、まあ、目安としてオロチが使えるようなターン数まではしっかりと耐久できるようにパズルを、ね、高速で組んでいってください。で当然このランダーは時間ゲーです。コンボなんて全くいりません。時間だけなので、時間と加点だけでヒサラスパを稼ぎましょう。例えば攻撃枚数が1枚増えたりすると20回はパズル来るんで2秒3秒のロスになっちゃうんですよ。だから基本的にもこの劉備の火力でしか殴らないっていう、劉備の副属性のみで殴り続けます。ほぼ追い打ち勝率で逃げるです。一生これで投げていきましょう。でね、時間の目安としては、まあ、パズル上手いやつで残り20何秒とかで、パズル苦手な人でも30秒ちょっと余りぐらいですかね。でオロチを打ってあげるって感じになります。はい、もうひたすらね追い打ち勝率投げしを組んであげて、はい、まだまだ投げていきましょう。まだ80秒も全然足りないですね。もっともっと組んでいかないと、序盤はね佳境に最強なんですけど、あの結局後半のこれはね実力ゲーなんで頑張っていきましょう。あ、ちょうどここでオロチ溜まりましたね。でオロチ溜まってもまだ打ちません、まあ、今回はオロチじゃないけどね、まあ、オロチのスキルイカキが溜まってとしてもまだ打たないんですよ。ひたすら追い打ち勝率組んでいきます。何度も言いますが、目安としてパズル苦手な人で残り30何秒かオロチを使ってない、いやまあ本当に苦手だったら40秒ぐらいでもいいけどね。で打ってあげて、得意なやつは30秒とか20秒とかで打っていく。オロチ打ってから3回パズルするんで、ナタマメ君は間違いなくパズル上手いんでね、これナタマメ君のリペアなんだけど、これこの人で26秒とかですかね。そうだ、こんぐらいでオロチ打ってあげて、お湯ショートなゲシを組みます。ドイツも組みます。これも間に合うとは思う。全然間に合う、全然間に合う。なんなら頑張れば仲間の点ならもう一回決めるんじゃない。いやさすがに無理だろ。はい、こんな感じで大勝一手に倒していきましょうっていう感じです。これで終わりですね。こんな感じやってあげれば終了できて、でスコアが26万点の 0.1% となっております。はい、ゆうころチャンネルはね、あのこの後代用した編成で 0.1% 取るんで、まあ、華鏡院を4枚使うと最速パズルができて26万点出せるんですが、華鏡院なくても十分25万点 0.1% 取れます。ということで、ここからは代用したバージョンの編成と代用解説を紹介していこうと思います。ここからはゆうころチャンネルになります。よろしくお願いします。さあ、ここからは代用解説やっていきましょう。まず結構自由な枠を2つ紹介しますね。自由な枠としてはこの2つで、このカンバルとあとオロチ、この2人ですね。カンバルスリカとオロチに関しては、ほぼほぼ自由枠だと思ってください。まあ、一応ね、いろいろ話していきますね。で、まずアメミナに関してなんだけど、この枠とかで欲しいのが、スキルブーストと、あとは追い打ち、雲、捜索家体制と、あとは超打ちが3つ必要です。多分今右側に出てると思います。ややこしいんで右側に出しておきますが、代用する際にはですね、スキブ、追い打ち、超打ち3つ、そして雲テープだけですね、積んであげてください。なので今回で言うとアメミナに捜査不可、雲、追い打ちをつけてあげていて、あとはこの超打ち3つですねをつけてあげて、スキブ潜在もつけてるということで、逆に言えばカンバラ、ごめんなさい、カンバルとオロチの枠が自由枠になるって感じになっております。で逆に例えばですね、じゃあアメミナの場所でスキルブースト補いました、雲追い打ち補いました、捜索補いました、超打ちが足りませんと、例えばアメミナをね他のキャラで代用します。まあ、例えばオルツの代用として、まあ、フランキーとか月島アナとかですねを積みますと、まあ、フランキーねスキルブースト8個あって捜索ありますから積みますとか、あとは月島アナね、こっち進化前の方なんだけどもスキブ7個回復エールじゃあるからね、スキブ7個にできて雲捜索あるとかいうキャラで代用してあげてもらって、であとはそのカンバルの枠で、カンバルの枠で、超打ちを埋めるとかっていう感じで問題ありませんので、という感じでキャラは代用してあげてください。このね、3つの条件を絶対に満たすように編成を作ってください。で肝心の武器代用ですね。華鏡院の代用はもう2択です。はい、まず1個がメノアです。この15-15陣ですね、自力パズル必要になりますがもう仕方ないので、もうメノアでメノアメノアって感じで代用してください。逆に言えば華鏡院かメノアの2つが絶対3体必要なんで、メノア3体使うか華鏡院2体とメノア1体使うかみたいな感じで必ず合計3体は必要です。で、ラタトスクに関しては無効貫通スキルで大丈夫なんですが、ラタトスクね、あの無効貫スキルの中ではめちゃめちゃ速いスキルになりますので、もし組めるんだったらラタトスクがおすすめです。無効貫通スキルならまあ問題はありません。
はい、でラストにオロチですね。オロチに関してはアシストこちら掛け声につけていますが、ここファデルでも大丈夫です。ボス1で使うスキルなので、まあ言うなら15、15陣で開けるファデルですねを代用で使ってもらって大丈夫って感じになります。はい、であとキャラ代用に関してはさっき話した通り、もう母体の状況を満たせば大丈夫なんですが、一応追加で話しておくと、カンバルに関しては、暗闇耐性プラスを持っているので、ボスでもし事故っても対策できるっていう方法で採用されていますが、もうここは完全自由なんで、もう好きな方に代用してください。本当に自由です。ただ絶対に貴属性光属性は NG ね、そこは注意してください。でオロチに関しては威嚇スキル持っているということで採用されております。まあ、例えばこのオロチをねターンの短すぎる威嚇にしちゃうとボス階層で上が上がり直すので、まあ、オロチみたいにスキルターンのね重めの威嚇スキルを積んであげて、でまあ上にねファデル継承って感じです。で最悪ここの威嚇スキルっていうのはなくてもいいので、まあ代用する場合はもうほんと自由枠にしてもらっていいと思いますが、一応ボスがね半分時3回喋るので、オロチを使うとその3回喋る分を消せるんですね。なのでできればスキルターン重めの威嚇スキルって感じになっております。はい、という感じの編成になっております。はい、とにかく貴属性光属性を避けてね代用して挑戦してみてください。かなり代用の幅も広いと思うんでね、ぜひ自分で編成調整してねやってみてくださいって感じになっております。まあ、ここまでの代用解説を踏まえて代用するとこんな感じになるかなと思います。まずリーダーを劉備にしてください。超つなげ主張限界法にこちら、マシンキラー武器継承ですね。はい、これによって、まず華経院の数を1体減らせます。華経院メノアがね、2体以下の人はこれがおすすめです。で、フランキーです。スキブにこちら、ラタトスク継承です。で、ラタトスクは6解除無効貫通スキルですね。6解除無効貫通スキルで、フランキーは創作耐性持っているスキブ枠で採用されております。徳川です。スキブ4つに超越持ってるんで採用って感じで、メナー継承ですね。まあ、徳川はシンプルにスキブ多くて超越があるっていうことで採用です。もしスキブがね、編成に不足してる場合は、超惑星回復エルジュにしてあげるとスキブのナホキャラにできます。はい。でまあ、メナー継承。もしくは、華経院のアシスト閉じたバージョン継承です。シャンメイです。こちら、回復エルジュにスキブ潜在にメナー継承してあげて、まあ、シャンメイもスキブあって、超越あるキャラということで、あと無課金キャラなので採用です。はい。で、メナーは普通に華経院もしくはメナーです。で、オロチです。スキルターンの重い威嚇スキルでオロチ採用で、アシストはこちら、ファデル継承って感じになっております。ファデルは雲耐性埋めれるのですごい強いんで採用されております。これでね、さっき紹介した条件のスキルブーストと、あとは雲、創作家は対策できてますよね。なので、フレンドのアメミナで追い打ちと、あとは超打ち3つ目ですね。これで超打ち3つと追い打ちが対策できています。では、スキブ仙台でスキブもね、条件達成してあげて、あと、華経院継承って感じです。はい。もう、これだけです。めっちゃ簡単ですね。そして今日はね、こちらの編成を使って最後にですね、実際にやっていこうと思います。いきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずこんな感じで、追い打ち、超打ち、組みます。はい、これで殴り。で、からの2階層です。2階層は盤面で殴りましょう。追い打ち、超打ちで倒していきます。3階層です。ここは無効貫通からの華経院打ってあげて固定パズル組みます。これで追い打ち超打ちで倒していきましょう。超打ち3つでここはワンパンできます。4階層メナー打って気球集だけ積みです。気球集は引くな、引いたらやり直し。はい、追い打ち超一で突破です。でラスト5階層はひたすらパズル組むだけです。頑張っていきましょう。こっからがこのランダンの本編です。まず一旦ファデル打って殴っていきましょう。はい、まず追い打ち超一で殴りです。こっから一緒殴っていきましょう。もう集中します。カット。オッケー。さあ、という感じでね、
お、すごい。え、0.00 秒ちょうどなんだけど、調整うま。はい、でスコア見ていきましょう。まあ、こんな感じで代用しまくっても25万1108点というスコア出せますので、まあ、代用してこんだけ出れば十分じゃないね、相当ね、スコア出しやすいと思うんでね、ぜひ頑張ってみてくださいという感じになっております。ということで、今回はですね、自軍、華教員なしで25万手出せる編成の紹介動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。